んにちは。今日はトウシューズのソールの切り方について紹介していきたいと思います。前にトウシューズのカスタマイズの仕方の動画でも、言った通り、私は、グリシコ2007のトウシューズをずっと履いていて、アメリカではグリシコから、ニコライという名前に変わって、ニコライ3007のトウシューズを今履いています。その動画でも言った通り、グリシコ2007とニコライ3007のトウシューズはこのソールがこの布でかぶさっていて、フリードやブロックのトウシューズみたいにペロって簡単に剥がせて板を切るっていうことが難しいと思っていて、ずっとやってこなかったんですけど、その動画のコメント欄で、2007を愛用してますがソール切ってますっていうコメントをくださった方がいて、切れるんだと思って、古いトウシューズでどうやって切るんだろうと思っていじってたら、結構思ったより簡単に切ることができたので、それを今日は皆さんに紹介していきたいと思います。まずソールを切る前に、一回お見せしたいと思います。これは新しいトウシューズです。グリシコ2007とニコライ3007の、トウシューズは固めなので、しっかりと、ここまで、ソールが入っています。そしたら最初に、どこまでソールを切りたいのか、見ていきます。トウシューズで立った時にこのかかとの折り目というのか、まっすぐなって屈曲する時のこのまっすぐこの点の部分のところで、切ると、立ちやすくなります。私の場合はだいたいソールの3分の1のところで切ります。用意するものはハサミだけで大丈夫です。カッターの方がやりやすいっていう方はカッターでいいと思うんですけど、気をつけてください。まずここの部分の布をハサミでこう切れ目を入れていきます。この下のところからも徐々に反対側まで、布を切っていきます。ある程度こう切れたらここをグッとめくっていきます。そうするとニコライ3007の場合ピンクい薄い板が出てきます。これをまためくります。これが結構接着剤がくっついてて頑丈にくっついてて結構難しいんですけど、こういう隙間を見つけてハサミをここに入れてなんとかやっていきます。ある程度切れたら手で めくると、今度は厚い板が出てきます。これをまためくります。これもハサミを使って上に押し上げるようにくっ
そしたらまずピンクの部分を切っていきます。だいたいさっきの決めたところに合わせてなるべく平行に切っていきます。たら今度は茶色の部分を同じように平行に切っていきます。切れました。そしたらこの上の部分にも貼り付いているので、ピンクの板がもうこれだけでももういいっていう方は別に切らなくていいと思うんですけど、結構まだ分厚く残っているので私は切っていきます。私はここの一番上の部分のところは切らずにこう取っておくのが好きなんで、そうしてるんですけど、もしここも切りたいって方は、普通に切って、ガムテープやテーピングなので、あのここの部分このままだと、足の裏を怪我してしまうので、なんか貼って足を保護するといいと思います。私はそのガムテープとかの感覚がツルツルしてて好きじゃないので、この布の部分が当たってるのが好きなので、これはこのまま残しておきます。だいぶさっきのものとへにょへにょになりました。こっちがまだ切っていない方、こう全然違います。反対側もやっていきます。今両方切り終えて、当初履いてみたのでお見せしたいと思います。ここのかかとの部分がソールがない分、足にもっと当初がフィットしてる感じがあります。それとこのポアントからアテールになる時のルルベの部分がさっきよりもスムーズに、使えるので踊りやすくなります。ちなみにグリシコ2007のトーシューズのソールは、ここの部分がピンクじゃなくて茶色になっていて、ニコライ3007より、少し硬くなっています。こっちがニコライ3007ピンクで、結構この部分は柔らかいです。こっちが2007。この2つのトーシューズは私はここの中の硬い部分の、板を切ってないんですけど、もし あんまり柔らかくしたくないっていう方はここの中の木の部分をこういう風に残してもいいと思います。もしグリシコ2007やニコライ3007のトーシューズを履いていて、私みたいにそのソールの切り方が分からなかった方にぜひ参考になれば嬉しいです。また皆さんの、トーシューズのカスタマイズの仕方や、何か質問やコメントがあればコメント欄で、教えてください。最近寒くなってきましたが、皆さんお体に気をつけて健康にお過ごしください。ご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。